来週、今度の金曜日の工事、予定というのがあります。まあ、週末入ってこられて、次の次じゃない？6月10日ですか。6月22日だよ。あ、ごめんなさい。20日あの6月10日が1ヶ月ですね。はい、そうですね。はい、言われてます、もうだいぶ迫ってきてるんですが、はい、本当に帰ってこられる回数も増えてるんですけど、手応えというのは今どういうふうにお感じになってますか？そうですね、あのやはり手応えとやっぱり大変厳しい方と両方感じています。やはり手応えというのはやはり、まあ、大変難しい時代時期にあって、まあ、岸田内閣、まあ、なかなかよくやってるんじゃないかという声はいろんな方面から、やはり自民党頑張って3年前の、河合事件というのも、まあ、影響といいますか、まあ、相当大きいというかということも感じておりまして、ですから手応えもあるし厳しいというのがというのが今の感じです。まあ、3年前の河合事件というのも知りましたけど、やはりその辺の影響はかなり実際周りともあると思います。まあ、あの時に私はじめとして、まあ、広島県連としては、まあ、基本的には溝手さんを応援していて、河合さんとは、まあ、全くご縁がなかっただけでありますが、まあ、それは自民党は自民党ということで、まあ、去年の再選挙をはじめとして、やはり相当大きな影響を受けたわけであります。そして、まあ、その後あの自民党県連としましても、まあ、辞められる方がいたり、また議員辞職される方がいたり、等々ということで、いろいろ受け取った側の方につきましても、まあ、県連から離れて、まあ、今の県連自体は、まあ、そういうことのない人の集まりということになっていますので、かなりその辺は大きく変えることができた、新しい自民党県連になったと思いますけれども、しかし、まあ、まあ自民党は自民党という目はまだ残っていると思います。まあ、今回、党籍を与えられた方とのおよそ20名ほど地方議員の方がいらっしゃいますけど、その辺の影響もやはりすごくお感じになる時はありますか？まだそこ、なんて言うんでしょうか、いろいろ県内を今年になって回っておりますけれども、まあ、例えばあそこに行ったらあの県会議員に連れてってもらってたよなという方がいなかったりするところはいくつかありますから、そういった意味ではやはり影響としてはそれなりにあるんだろうというふうに思います。最後にですね、今度の選挙戦で有権者の方に何を一番期待されたいと思いますか？そこはちょっと難しいと思います。まあ、この、まあ、非常時といえるような難しい、まあ、政治、外交、また経済状況の中で、さらにコロナという火種を常に抱えている中で、しっかりとした政治ができるのは、政権運営ができるのは自民党しかいない、自民党しかないんだということを、まあ、しっかり訴えていきたいと、こういうふうに思っております。すみません、広島テレビなんですけれども、岸田政権になりまして、まあ、今後あと政策を進めていく上 です、ね、今回の選挙はまだ結構重要な要素だとは思うんですけれども、そこに関しての受け取る参議院の勝敗に関しての受け止めをお願いします。まあ、政権選択選挙と言われているのは衆議院選挙でありますが、一方で参議院選挙の結果、まあ、政治が、まあ、うまく動かなくなってしまったということはこれまで何度かあります。したがってやはり今の自公政権が過半数を参議院で割るようなことが起こりますと、相当政治はこういう非常時にもかかわらず混乱するんだろうというふうに思っております。したがってしっかりと、まあ、参議院でも安定多数が取れるような政策を残さなければいけないんだと思います。ありがとうございます。よろしいですか？ありがとうございました。はい、ありがとうございました。